不動川は、京都府木津川市山城町を流れる一級河川。淀川系の木津川市流。河川延長は6キロメートルである。上流部は、洪水堆積物が、下流部は、レンズ状の堆積物が堆積している。木津川流域を流れる最大の天井川である。不動川の大きさは、河川敷き4 5ル、高さ1 5ル、川幅5メートルで、 花口岩の風化した砂が堆積している。上流で平水時地上水があるところでは、6メートルの川幅の中を水が樹脂状にゆっくりと流れている。一つの流れの幅は10から20センチメートルで、深さは10センチメートルほどである。なら、京都などの造営や大事院の建設のために多くの木を伐採したことに加え、花口岩などの地質の関係から、 周辺の山々が長らく遥山となっていた。1684年には北山川という名前で呼ばれていた。木津川市指定文化財である平尾江津によると、不動川の川床が田畑より高さが10軒高かったとされる。このように、17世紀後半から土砂流行時や山の補修が行われたが、それでも木津川やその支流に土砂が流入し川床は上昇を続けた。 その結果として不動側は天井側となった。原禄時代の絵ずらずと関西時代の古文書によると不動側の天井側化は約150年前後の間に進んでいると考えられる。不動側の天井側化は江戸時代初期から顕著に現れた。1953年8月14日豪雨により不動側の5カ所が決壊、周辺地域に大きな影響を及ぼした。 また、不動川周辺のみならず、南山城の各地域で甚大な水害が発生し、南山城水害として今もなお語り継がれている。不動川の決壊により、不動川の川床の下を通る、不動川トンネルが土砂で埋まり、国鉄なら線が普通となった。ABC 立命館大学理工学研究所、立命館大学理工学研究所企業第3号。 立命館大学理工学研究所、1958年。堀安氏、天井側の体積学的考察、京都府不動側の例、地質学雑誌64巻749号、日本地質学会、1958年。木津川流域の天井側と打ち水について、地理学評論第28巻第11号。中沢慶治鈴木和久しきつねまさ。 1953年、南山城水害によって現れた京都府南部不動、川本谷石味園邸の堆積物地学、団体研究会、2011年7月、5ページ。山城長子本文編山城町、1987年3月、612ページ。立花の直彦、山城27城南郷土研究会、2013年12月25日。 13ページ。立花の直彦。山城27城南郷都市研究会。2013年12月25日。13ページ。水沢いさ河川1956日本河川協会。1956年7月。2ページ。立花の直彦。山城27城南郷都市研究会。2013年12月25日。67、53。 ありがとうございます。